はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶ははめりたい。いや、なんとなくね、今までのプレイ状況を見ると謎ないよね。まだ序盤だからかな。ということで、忍者ラホイ4回目かな、やっていこうと思います。ということで、リセット。ということで、よくよく考えてみたら、セーブファイル1番目にしてるけど、毎回2番、3番ってずらしていけば、セーブした後の状態でゲームやめられるんだよね。ということに今更ながら気づいたので、次回からそうします。はい、ということで、なんだろう、今回はもうなんか今のところなんか妹がいることとなんか犬が仲間になることとが分かってて、でこの下の方に向かうんだよ。で夢の村かかなんかがあるって言われてて、これか夢の町か。ということで、じゃあここ宝物殿の中には宝物がうじゃうじゃって話だぜ。あるらしいですね。はい、ラホイ様は大切なお宝をこの町のどこかにお隠しになりました。そしてこの町の幽霊たちにその謎を解く鍵を託したのです。幽霊って何？あ、上にいた。ラホイ様が隠された巻物を探しているだと。お前ドクロ一族の一味ではないだろうな。はあ、そうですか。ということで、上の方、あ、これか、これなんかいるな。宝物殿に入りたくば暗証番号を言え。知らん、知らん。ということで、幽霊ちゃんです。ユールレイヒー。エクスキューズミミスター酒缶さん、え、フランシスコ・ザビエルです。ちょっといいですか。日本に初めて鉄砲が伝わった場所はどこでしょう。種子島。イエース、ベリーグー王、私にも見える。神が申しておられます。数字はみんな奇数です。はい、奇数です。です。ちなみに我が国の挨拶はティスです。いや、違うっちゅう。はい、あ、これ通り抜けちゃうのか。幽霊ちゃんだよ、ユールレイヒ。この町の幽霊ちゃんたちはクイズが好きなんだ。クイズに正解すると宝物殿の暗証番号のヒントを教えてもらえるんだよ。暗証番号は3桁の数字だよ、頑張って解いてね。いや、知ってるっつの3桁なのは。幽霊ちゃんです。ユールレイヒーハー。私は無口な清少無言です。枕草子を書いた人は誰でしょう。え、何この、他の選んだらどうなるかはいいや、もうめんどくさいから。3つの数を足し算すると15になっちゃうんですよ。15ってことは、ちょっと待って、奇数だから13579で159を使うか、357を使うかだよな、多分。まあ、同じ数字がある場合もあるか。まあ一応そういうパターンだよな、15ってことは。はい、幽霊ちゃんだよ、ユールレイヒー。わしゃ織田ゴム長じゃ。最近パンツのゴムが緩んで困っとるつる。お主一つわしのなつなつに答えてみつる。織田信長の出身地はどこじゃずる。ははあ、そうですか。掛け算すると105。
と、七五三十五の七十百五だから三五七だな。三五七だから、まあ、三五七だけど、コナミってやるのはこう、ハドソンのゲームじゃないからね。関係ない。あ、もしかしてコナミ、コナミってここで桃太郎電鉄がいずれコナミにっていう、そんなわけやない。はい。ということで、ゆうちゃんだよ。はい。ガチョン。私は松尾ガチョンです。ここで一句。秀吉がやった政策なんでしょう。これは何？うんちって言いたかっただけなのかな？ストスアメに関係があるんだよって。いや、もう、それはもう分かってんだよ。357でしょ。分かってんだよ。まあ、753って読めばって話だけど。それは分かってんだよ。順番が知りたいんだよ、順番。っていうか、もう大体、適当に入れればいいだけか。はい、僕は、トロロイモコだよ。女みたいな名前だけど、これでも男なんだよ。トロロイモコって人がいたら、女と思うかな。トロロイモは美味しいけど、痒くなっちゃうのが嫌だよね、ポリポリ。じゃあ、そんなわけでポリポリ。僕の暗証番号のヒントを知らないんだ、ポリポリ。何？どういうこと？どういうこと？どういうこと？いやー、終わりか？あ、まだいた。ここにいるじゃん。いやー、藤原のバカたり。では問題じゃ、あ、問題は、ふう、一休み。あ、そうそう。天皇に代わって政治を行うことを何というか。これは、ちょっと待って、どっこい賞を言わせたかったのかな。言いたかったのかな。まあ、いいんだけどさ。では、マロの知ってる数字を教えて信ぜよう。何だったかの。ふう、一休み。いや、いいよ、もう。しつこいよ。あ、そうそう、確か。3つの数はそれぞれ2つずつ離れているんじゃ。1、3、5みたい。だからもうそれ5、3、5、7しかねえんだっつーによ。おー。すげえヒントが被るな。あ、そっか、クイズ何個かしか答えられない人のためのにもやってんのか、いろんなやつを。でも、絞れないんだけど、この状態で。わしは野球好きの野球10米じゃ、大志野さんの大ファンなんじゃ。ところで黒船に乗って日本にやってきた人は誰だったかの。ペリー、ガリー、クロマティ。いや、クロマティはいいんだけど、ガリーってガリクソンのことかね。ゲインホームラン。100の桁、あ、10の桁より、10の桁は1の桁より数字が大きいぞ。753か。ナコミか。ナコミ。ナコミ。ナコミ。おもつの鍵が開かれた。いやいや。おう、宝物殿を開けるほどの知力を持った男なのか、お前は。若いのにやるではないか。ここに置いてあるものをいくつでも持っていくがよい。そして世のために尽くしてくれ。何があるの？おにぎりを見つけた。ちょっと待って。アイテム何個ぐらい持ってる？あと2個か。抜け出しの玉。ちょっと待って、これあんまり、ぐちゃぐちゃ飴。ちょっと待って、ぐちゃぐちゃ飴って何よ。
食べると周りの人が変な色に見えるぞ。やって、なんか意味あんの？ ちょっと待って、なんか意味あんのそれ。抜け出しの玉は、これはどっちだ？洞窟。あ、なるほど。これもいらないな。間違えた。道具。ガマの油って何だろう。使うと味方全員の体が30回復するぞ。30回復するぞ。ということは仲間が後々出てくんだなっていう、割とネタバレ的な。16か。16って決まってたのか。まあいいや。ちょっとこれは後でまたこれを。ナコミね、ナコミ。ナコミ。で、誰もいない。そこみんな幽霊になったってこと？あ、いる。これ幽霊じゃないよね。ここは無料占いどころなんだねんやでおじゃる。この先の洞窟や13のレベルで行くのがふさわしいでおじゃるぞ。13に達していないなら、この町の周りで敵と戦い経験を積むことでおじゃるな。ありがとう。このゲーム本当にあれだな。桃太郎伝説よりも、より迷わないように作ってたんだね、多分。結果、ギャグも滑ってる感じなのかな。違う、間違えた。根性の玉。笑いだけ出前券。出前券ってなんだ。まあいいや。はい。とりあえず、なんかいろいろ売ってるのは分かった。50か。ちょっと高いな。まあいいや。とりあえず、しばらく経験値稼ぎ、ここでした方がいいのか、戻ってした方がいいのかよく分からん。ちょっと進んでみようか。すぐそこに見えるのはトンズラの里でおじゃる。お前の仲間がおるぞ。いや、いいんだけど、ちょっと、とりあえず、しばらくここで経験値稼いでよう。間違えた。ちょっとこのサバ折りドクロっていうのやばそうじゃん。あ、一撃で倒せないか。わ、強え。いや、サバ折りドクロよりも、この水のドクロの方がやばかったね、今。でも、こいつ、とりあえず倒すか。2回で倒せる、よし。多分、コマがそんなに強くない。水のドクロが変な術を使った時がやばい。キロリンはどのぐらい回復なんだこれ。ピロリンで十分回復するやん。ハイパーじゃなくても。とりあえず先に水のドクロをやっつけよう。わっ、あれ、一撃で倒してない。とりあえずレベル13まで。わしは確認地蔵でおじゃる。お前は抜け出しの術を天狗に習ったかな。覚えてなければ天狗の家に見落としているぞ。戻ってみるなら見直してみる。ああ、まあまあいいや。 すごいこう確認をしてくるよね。で、多分この道も
この方向に何かあるよって見せ方してるから、まあナビゲーションバッチリといえばそうなんだけど、謎解きの要素はさっきのあのホーモスコの鍵のあそこが初めてだよね、このゲームの謎解きっぽい要素は。今のところそこ以外で見てないね、まだ。わ、これやばいんじゃない？これやばそう。上手投げをちょっとやっつけようよ。わ、聞けよ。おお。ちょっとやばい、上手投げ、上手投げはまだいいのか。なんか、がっつり掴んでくるようなやつがいたよね。なかなかこう術でさ、複数相手にしたやつが一気に決まってくれないのがもどかしいね。ん？どっから行けばいいんだこれ。サバ折りもやばそうだ。サバ折りやばそうだね。なんとなく一番左に出てくるやつは大体大丈夫のような印象を持って遊んでます、戦ってます。おお、いきなりかよ。おお、いきなり強い油断してたら一気にやられるな、これ。やばっ。どれだ、ここはハイパーかな。やば、ちょっと戻るわ。ん、ハイパーで50、通常で30か。これ何がやばいこれ。とりあえず水やっつけるか。やばやば。危ないわもう少しこっちで余裕持って遊ばないと、あ、戦わないとやばいわ。あ、でも変わんねえややばいな、囲まれ方がえぐいんだよな。やべ、サバ折りをやっつけないといけないのに。まあいいや、ちょっと一回この上手投げを。はどんどんすげえ食らってる。とりあえず一体やっつけ。わっ、これやばいぞやばいぞ。やばい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 。とりあえず水やつけよう。え？マジか。ちょっと。やばいね、これ。いきなり銃とか食らわると、食らうとやばいね。うわ！これもうやばいよ。ちょっと待って。おにぎり。じゃあ、じゃあ食べる。危ねえ。よしよし、危ねえ。
あぶねー、怖っ。ちょっとこれ、あ、逃げれない。逃げるかな。うわ、マジかよ。いやいや、ちょっと死んだ。結構これバランスえぐいね。まあいいんだけど、もうこの際いいんだけど、結構バランスはえぐいな。夢の街から始まるのがまたちょっとやだな。ちょっとバランスえぐいから戻って雑魚相手に戦おう。もうなんか前回死んだから、もう割と今のところなんかもう死んでもいいやっていうプレイになってる。あと金に関して言うと、比較的なんか序盤はきつかったけど、ここまで来ると割となんか気がついたら溜まってるから、まあいいかな、半分取られてもいいかなっていう感じ。まあ本当は多分預けた方がいいんだろうけど、なんかあんまりこのなんだろう、預けるシステムがいるのかっていう感じもしてるんで、とりあえず使わずに。この辺の豚相手にしてるのが多分ちょうどいいような気がする。いわゆる雑魚戦で簡単に倒せて簡単にお金が入るっていうのが、この辺がいいような気がする。あの力士が来るとちょっと厄介今のところ。豚は、あ、力士は、あの豚は一撃で倒せんだけど、なんか感覚的に力士は2回なんですよ。だから3体いると6回か攻撃がかかるから、結構ダメージ食らうんで、あんま手軽感がないけど、あの豚はなんとなく一撃でいけるんで、多分そういうところでいくと、もうすぐこの辺がいいのかな。あれなんだっけ、なぎなた、これ強いんだっけ。なんか強そうに見えるけど、そんなでもなかった。よし、ね、金もなんかなんとなく結構入ってるし、もしこういう時に、こういう時こそ火柱チャンス。でも全部には当たらない。何なんだろうな、この確率の悪さ。もう一回いくか。ああやってこう死ぬようになると、なんか宿屋で50とか払うのもなんか普通に受け入れられるようになってくるというね、不思議。しかもなんかこのぐらいになったら回復しろよというところも、なんか回復しなくて大丈夫かなというプレイスタイルになってる恐ろしさ。これ50、80も体力あんのかな。なかったね。なかったね。72だね、現状体力フルで。足りないのか。キツネビは、キツネビは強いやつ一体にやるって感じにすると、あの力士相手に力士が少なければ使えるかな。まあ、でもレベル上がったら多分力士も一撃で倒せるようになるからいいや。ちょっとすぐ宿屋入れるよ。
宝物庫だけなんだっけ、あそこのものを持ってって使った方がいいのか、もう使わなくていいのかよくわかんないな、今のところ。開けたら手に入っちゃうしな。そういえば道具って今何があるの？毒消しちゃんと3個あるか。当たんねえのかよ、当たんないのかよ、おい。マジか。いやいやいや、効果ないって。いやいや、まだだから強いんだ、そういうことか。力士は今の僕にはまだ強いんだ、そういうことか。いわゆるゲーム的にはまだこいつは強い敵って判定なんだ。やっぱもう少し上で戦った方がいいのかな。レベル上がんねえな、なかなか。これ6、30回復。よし、もう少しこの辺全部色違いやめてくれ、色違いキャラ違いやめてくれ。今日はそういう意味ではレベルを15ぐらいまで上がるといいんだけどな。全然レベル上がんないね、上がる気配ないね。こいつらは雑魚だな、雑魚認定。こっちは使えないんだっけ。そっか、じゃあじゃあ戦うか。レベル上がった。じゃあちょっとまた力士を一撃で倒せるか。多分今重要な基準はそこなんだよ、力士を一撃で倒せるかどうか。よし、倒した。これでだいぶ下で戦えるようになるね。やっぱあいつらに2回かかるとやっぱりね、こう削られるわけです。でもまあこれ参ったね。これ火柱決まらないと痛いよ。あ、ダメージも減ったか。いや、だから効かないのやめろよ。まだ雑魚扱いされてんだ、こっちが。こっちがね。あ、やっつけられなかった。きついな。
ついな。動ければいいよ。コマもなんか投げられたり銃とかさっき食らったからね。いや、一撃ダメか。まだ力士一撃になってないな。やばい。え、でも19だったら多分今一撃で倒したよ。え、18ダメなの？マジ？こいつら強いんだ。まだここ早いんだ。ダメだ、ここまだ早いわ。戻ろう。50回復でしょ？よし。よーし、で戻る。怖い怖い怖い。力士怖いな。間違えた。力士というか豚なのか、てかドクロだよな。ドクロをつけてるとなんか豚鼻に見えるんだよな、あれ。肌の色とか考えてもな。まあまあまあ。いやいや、極端だな。やばいな。もう一個ぐらいレベル上げないと。なんか下で、あ、でもあれか、下の方にある町に行くとちょっと展開変わるかもしんないな。ちょっと一回回復したらちょっと下行こう。あ、やべえ、なんか忘れてた。結構食らってたじゃん。ハイパーピロリン。危ねえな。ここちょっと、確実性をいくしかないね。よし。そっか、あの色の、あの力士は一撃で倒せるのか。個体差じゃない、種類差があったね。ピンクのやつとか、あのグレーのやつとか、他の豚はダメなんだ。豚じゃないや、力士や。豚はこっちだ。これが決まってほしいんだけどな。4体連続で。よし、ダサ。次の里だか村だか行こう。だから多分忍者がいると里で、一般のところは村だか町だかって言ってるのかな、このゲームの中では。まあともかく行きましょう。まあいいや、もうちょっと戦う。こちらは、まあ、まだ余裕。とりあえずあの次のあの村高さ町高に、夢の町だっけ、夢のあそこまで行く間はあのなるべく術を使いたくない。まいったな、これ。
お、14で倒せる。お、14。10はダメだろう。やば。結構食らってるな。30でいいか。ここだ。ああ、おお、ちょっとさっきの傾向からコマがやばいことがよく分かった。コマに当たるとやばいことが分かったから、ちょっとコマからコマから倒そう。ここで経験値稼ごう。捕まること、最近捕まってないよね。前捕まって大変だったけど、サバ折りを食らったらやばいのかな。よし、16で倒せることもある。だとその体力フルであってもやっぱ結構半分ぐらい削られてる感があるから、そのなんか攻撃系の術を使うんじゃなくて、完全にこう回復主体でやらざるを得ないような。怖くてちょっと無理だわ。すげえ弱気なプレイ。お、なんだこれ、初めて見たんじゃない。あれ、一撃だ。そんな強くなかった。なんとなくこのゲーム分かってきたのは、本当にステージクリア RPG 的な感じ。桃太郎伝説の時も結構その傾向あったけど、あれはあれでまだなんとなくこう戻る意図があったけど、なんか今んとこほんと道なりなんだよね。ここまではまだチュートリアルなのかな。なんだろう、まだドラクエ2でいうところの船もらう前ぐらいなのかな、感覚的に。いわゆる自由度が上がるタイミングがあるのかな。うん、駒を警戒だよな、駒。4-4-4だもんね。やっぱ駒がでかいダメージ食らわなければそんなに、あと力士系のやつに捕まらなければそんなにこうでかいダメージはなくなってきたかな。おお、やばいやばい。余裕ぶっこいてた。やばいやばい。これいけるかな、火柱。いけた、いけた。よしよし、あ、強くなったな。いいぞ、レベル上がんねえな。レベルまだ上がんないか。
レベル上がると思ったんだけどな、そろそろ。これはまとめられないな。すげえ余裕ぶっこいてた。すげえ余裕ぶっこいてた。何も考えてなかった今。いやー、あぶねえあぶねえ。連打に徹してたらやばいね。あぶねえ。よし、ちょっと待って、いくつぐらいあと。167か、結構あるな。まだあるな。宿、宿、宿。ちょっと下の方行ってみるか。金もちょっと溜まってるし。北というか、あの南というか、あー一撃で倒してくれよ。余裕ぶっこいてた。結構食らうんだよな。いや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 。おお、28、あれだ。28食らったよね今。危ない危ない、28とか食らったら死ぬからね、もう。危ねえなぁ。マジか。いや、もうこの中入りますよ。トンズラ？高丸のように元気の良い忍者犬が見たことがござらん。まだ子犬でござるが、母のタツ様に似て賢く忠誠心が厚い。中堅八高も真っ青、将来が楽しみでござるよ。だから時代、中堅八高って何の時代よ。我ら忍者犬も牙と八金は装備できるでござる。牙と八金ね、はい、牙と八金。ワンワン、仲間が力尽きて倒れた時にはお地蔵様のところに連れて行くといいですよ。はあ。ワンワン、タツ様は息子の高丸様を目に入れても痛くないほどの可愛がりようです。高丸様もタツ様みたいに勇敢な忍者犬に成長なさることでしょう。いや、あの、なんかいきなりこう犬と話してることが不自然なんだけど。ワンワン、タツ様の飛び区内は並んだ3本の大木を貫いたそうだ。オラもきっとタツ様のような強い忍者犬になるだ。うん、なれだ。なれだなれだ。おお、作家様ではないか。タツ様に
会いに来られたのか、覚えておられるか。子供の頃、そなたが川で溺れていると、タズ様が傷を負った体で飛び込み、濁流に流されながらも、そなたを救い出されたことを知らない。あれから早10年になるでござるな。知らないって。バンバン、タズ様は鉄砲の弾よりも速く走れるぞ。でも、この里でタズ様に次いで足が速いのは俺だよ。俺だよ。ハヤトだよ。あれ、なんでここにいるのこいつ。お前は名前入力したおかげで犬にされちまった。ハヤトだよ。うん、ワンワン。単純に遊んでるよな。いないし。ここはトンズラの術を教える修行場でござる。文国サーブの、はい、はいはいはい。どうしようか。普通に戦ってみようか。え？27今。37、40。避けられた。52、66。うわ、避けられた。あれ、避けられた。マジか。80ぐらいいったか今。96？ よし、勝った勝った。トンズラの術ね。トンズラの術を得得した。トンズラの術っていうのは戦闘中に逃げられるのかな。なんだかよく分かってないんだけど、はい。あなた様はあの酒館様？なんとお懐かしや。私はラフォイ様に育てられたタズでございます。なんと立派になられて。何でも六郎将軍征伐の旅に出られたとか。私もお供させていただきたいのですが、年を取ってしまいました。代わりに我が息子を高丸お供にお加えくださいませ。どこにいるの？まだ未熟者なれど、このような日のためにと育ててまいりました。これ、高丸。あ、どっから出てきた？今、壁突き抜けてきたよ。タズの息子、高丸が酒館に加わった。酒館に加わったって。ワンワン、酒館さん、よろしくお願いします。いや、何の思い入れもないキャラクターがいきなり仲間になりました。はい。ところ将軍、征伐の旅、成功を祈る。して参りは、え、 お祈りして、はい、お祈り、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、宿は犬がいると高いのかな。てか全部犬だし、ゼニアも犬だし。いや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 、犬だし。60か。犬がいてもいなくても60だな、多分。よし。とりあえず、これは、なんとなく止まってみただけで、ね、止まんなくてよかった気がするけど。まあいいや。さて。象牙の牙。480。ヌンチャクは買ったよな。560。鎖鎌。鎖
材料が940、象牙、片びら、これは持ってるよな、買ったよな。で、鎖片びら、840で、忍びわらち、420。で、強さ。49、50、46。で、高まる。牙をまず持たせる。象牙の牙。ちょっと待って、ちょっと待って。よくよく考えたら、あいつ何装備してた今。何も装備してないのか。星の巻物？いや、それはあれ、関係ないか。共通か。象牙の牙、はい。で、これを象牙の牙を酒缶に使えるかどうか。あれ？あれ？ちょっと待ってね。ちょっと待って、道具。あれ？え、道具どこに何があるの？あれ、これなんか押すんだっけ？その他か。象牙の牙使うって出るよね。で、道具その他、違う、もう一回使うと道具の位置がずれるんだよな。道具、使う、高まるということで、これで強さ高まるの、攻撃力が11上がったね、これで。で、で、ヌンチャクはいいんだけど、鎖鎌、象牙の片びら、まあ、いや、鎖鎌が必要かまず。鎖鎌、はい。で、道具、その他、鎖鎌、使う、高まる。なんだ、できないのか。道具、鎖鎌、使う、酒缶。49だった攻撃力が51になった。はい。違う、まず売りに行こう。次は、ちょっと待って、象牙の牙買った。ヌンチャクはいらない。鎖鎌、象牙の片びらいらない。鎖片びらは買えないな。忍びわらじ買おっか。じゃあ忍びわらじ、忍びわらじ、はい。道具その他、忍びわらじ使う、高まる。装備できないのか。ということで、忍びわらじ、わらじ。で、これで、強さ。46から51に上がったね。よし。あとは守備力を固めよう。わらじ。ちょっとこれしばらくやばいかもしんないな。こいつレベル1よ、すごい弱いよ。ちょっと待って、なんかさ、装備
誰か言ってたよね、装備。犬の装備、誰が言ってたんだ。なんか装備できるって話してたやついたよね。ハチガネか。ちょっと待って、ハチガネって今持ってんだっけ。ハチガネって装備してんだよな。どこにあったっけ、ハチガネって。ちょっと待って、ハチガネどこにあった、あれ。ハチガネどこで売ってたっけ。ハチガネ、ちょっとフニャラに戻ってみようか。フニャラもっと前だった気がするな。まあいいや、ちょっととりあえずちょっとどこだったっけ。ハチガネ、よし。だって絶対こいつこのままじゃ死ぬでしょう。ハチガネ使う、高まる。よし、に装備が、守備が上がったけど、ちょっとしばらくこの辺で戦おうてか今日あんま時間がないな。残りの時間でちょっとこいつの経験値を稼ごう。多分レベル上げないと即やられちゃうでしょ、こんなの。あれ？効果あれよ、全部雑魚なんだから。やばいやばいやばい、高まる、やばいって。まあ上がるよな、すぐ上がるよね、レベル回復してるよね。よしよし、怖えな。2,3 上げとかな、もう少し上げとかないとやばいよね。いや効かねえのかよ、おいおい。やばいなこれ。ちょっとまあとりあえずもうどうでもいいや。高丸が役に立とうと立つまいと関係ねえや。もう鎖片びらを手に入れるよりも前にまず高丸を育てないとやばい。やばいよ、もう時間がないっすよ今日は。ちょっと待って、これはもうとりあえずこいつ倒して、とりあえず高丸に2人攻撃でやられるような感じじゃないな、この一撃で。よし、上がった。いやいや、もう高丸のレベルをガンガン上げよう。うわ、やばい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 、ちょっと待って、やばいって。
よし。よし、これでいけんじゃないか。戦い方としては。高丸に、とりあえず、あ、よし、とりあえず一人やっつけさせるみたいな。ね、いけそうだね。結構いい感じになるね、これは。よし。やば。高丸が一撃でこいつらを倒してくれるようになると戦力になるんだけど、もっと、あ、よし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 、あ、10ぐらいでやっつけちゃうんだこれ。へえへえ。あ、逆だったかな。もしかしたら高丸だけで100巻倒したかもできない。できたかもしれない。うん。とりあえず夢で宿屋に入ってセーブしてやめよう。今日は。進んでんのかこれ。高丸が仲間になったってだけで十分か、とりあえず。お、レベル上がった。ちょっと待って。この辺も一撃で倒せんのか。倒せないか。よしよし。あれ今2回攻撃した？ここに行こうと思ったんだけど、ちょっともう少し様子見いられるかな。これはとりあえず2人でコマをやっつけて、あ、やっつけられない。うん、え、よし、ちょっと待って、これは わ、ちょっと予想外。やば。114、ちょっと待って、あれ、これ使えんだっけ。50か、これでいいや。これでちょっと、お、レベル上がった。どっちだ、高まるか。いやー、先艦の方が上がってほしいんだけど。マジで。よし。
よし。じゃあ、これで今日は、あ、そっか、売ればよかったのか。まあいいや。鎖かたびらを買って、で、ちょっと待って。強さ変わってんだよな。あ、変わってないか、大丈夫か。これで、道具で、鎖かたびらを使う、高まる。あ、使えないのか。使う、先かで、強さ。また2上がったね。装備がね、2上がったね。はい。ということで、これで売るでしょう。象牙の片びら、はい。で、これで、宿屋行って、結構オーバーしたな。 いつになくオーバーしたな。これでセーブして終わろう。で、前回までちょっとおとぼけやってたけども、ちょっとここで46か。ここで2番にセーブします、今回。ということで、今日はここまでで終わりということで、次回は何でしょうね。妹探すのかな。はい。ということで、引き続きやっていこうと思います。はい。ということで、このチャンネルにお会いいただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよというアイデアがありましたら、ぜひコメントください。あと動画の拡散、SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。